私はロッドレーバーのチケットを持って今チチパス戦がやっているんですが、ちょっとコート12に行ってですね、綿貫選手の試合を見ていこうと思います。夜10時を回ってしまいました。かなり風が冷たくて、私これいつも撮影で使ってるレインジャケットなんですけど、持ち歩いてて、レインジャケットの下にパーカーあって、その下にカーディガン着て、その下は T シャツなんですけど、4枚重ね着てもまだ寒いです。さすがメルボルンでございます。皆様もメルボルンに来る際はですね、1枚こういった上着あるといいと思います。ダニエル太郎さんやっている1573アリーナでございます。ちょっと並んで見れるか、席空いてるみたいなので入ってみようと思います。
ただいま夜の11時20分になろうとしております。まだまだ試合はたくさん残っております。私は疲れたので帰ろうと思います。はい、残念ながら今日第1シードラファことナダル選手負けてしまいましたが、大会は明日4日目になります。オーストラリアンオープンからチャンネル登録よろしくお願いします。